えー、皆さん、こんにちは、えー。ゴールド TV です。今週もよろしくお願いいたします。えー、本日は、まず前半が金、後半が、えー、石油について見ていきたいというふうに思っています。今週もよろしくお付き合いのほどお願いいたします。えっ、ー、と、今、世界的には金融不安が広がっていて、それとともに金の価格が先高感が広がっているというふうな状況になっておりますので、 まあ、その辺の状況を踏まえながらですね、えー、今後の金の先行きについて考えてみ、えー、いきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。で今回のテーマは、まあえー、冒頭で、まあえー、先に、えー、お伝えしたいというふうに思うんですけども、まあえー、インフレの不安がまだですね、停留しているということで、えー、アメリカの FRB の金融当局が、えー まあ、今年に入ってからも0.25の利上げのスタンスは、まあ、維持しているということで、インフラの火消しをに対して強く、まあえー、方向立てをしているというふうなことが鮮明になっている中ですね、まあえー、行き過ぎたその金融の引き締めによって、えー、金融不安が広がっている、まあ。それに伴って でえー、これからまあインフレは収まってきて、ですねそれ,にそれによる金投資への魅力という意味では、少し後退するかなというふうには思うんですけれども、逆に、この金融不安の、えー、強まり、広がりによって、ですね、えー、金の再評価、信任の広がりというのが、まあ、あ強まってくるんではないかなというふうに考えてまして、まあ、それのところについて見ていきたいというふうに考えています。 ただ、何度もまあ毎回申し上げることは一緒で大変恐縮なんですけれども、基本的に金のマーケット、金の価格については、ずっとまああ過去、最近でもまあ2000年からずっとこの20年以上、ずっと右肩上がりでえ値上がり、値上がりというふうな傾向が続いておりまして、基本的には中期トレンドでは強気、値上がりするということなんですけれども。 まあ一方的に値段っていうのは上がるわけではなくて必ず調整、えー、下落する場面があるので、まあその調整も含めてですね、えー、お話を進めております。毎回そうですけれども。まあそういったことで、下への不安が、まあ、強まるときもあるということですので、まあそのときは逆に買えばかなというふうに考えております。えー、このスタンスは、えー、これまでもこれからも変えることはないというふうに思っています。 ということで、今回のテーマですね、えー。まず、アメリカの銀行の、まあ、えー、経営破綻とともに、金の価格がどうなるのかっていうのが、今回のテーマなんですけども、まあ、債権と金利のこのおバランスからちょっと考えていきたいというふうに思うんですけども、まあ、これ、今更説明するまでもなく、債権の価格と金利っていうのは、まあ、逆相関。まあ、ここに書いてございますけど 金利が上がると債券は下がり、金利が下がると債券価格は上がるというふうな関係がありますね。で今の FOMC、えー <coughs>、アメリカの FRB、この金融政策の方針というのは、引き続き、引き続き利上げの方針ということで、直近では3月の下旬に、えー、今年2回目の、えー 会合があったんですけれども、1回目が1月下旬から2月頭まででしたよね。で、今回2回目ですけれども、前回の0.25ポイントの引き上げ、0.25%の引き上げについて、今回も0.25、今年に入って0.5%の金融、えーえーえー、引き締めというふうなことが決定されております。まあ、この結果、えー、この FF 金利、 4.75から5.5%までに、まあ、上昇しているというふうな状況ですね。まあ、この辺はまはニュースでも賛成やってますので、今更説明するまでもないんですけれども、まあ、こういったオンラインのこう資料を使った、まあ、こういった金融関連とか、金のマーケットとか、まあ、こう説明で都合がいいっていうか、まあ、グラフが使えるってことですね。 こうやってあの目で見,見,見るうーデータがあるっていうのは、まあ、そういった意味ではちょっと重宝していただけるかなというふうには思います。まあ、これがあの今申し上げたフェダルファンドレート、FF 金利のお流れなんですけれども5、5%まで来てですね、これ、2008年、えー、リーマンショックあたりの水準までえ金利がまあ引き上げられているという状況ですね。ただ、この下の方が、 この今後のこの FF 金利の、まあえー、予想っていうか、はいえーまあ、これからどういうふうに、えー、推移していくのかっていう流れのおグラフなんですけれども、今5、5%で、えー、2023年、今年の年末にはですね、 4.5、まあ、4.75とか4.5ぐらいまで下がって、まあ、年をもとに金利はまた緩和されていくというふうな見通しが一般的になっております。で今年じゃあどうなるのかっていうんですけども、まあ、結論を先に言うと、えー、今5%ですけども、まあえー、5月の FMC では、まあえー、今の金利5%、これは維持されるだろう。維持されるだろう えー、そのまま引き継がれる可能性が、えー、強まっておりましてで、ずっとその後はですね今年後半は徐々に今度は金融緩和というふうな流れになって、年末には4%まで、えー、引き下げられるだろうというふうな流れですね。はい、で債権の方は、これ,あれ、グラフご覧になっていただいているのは、アメリカの国債10年ものなんですけれども。イン 売りが今上がってて、金融引き締めというふうなことなので、債券は大きく下落するというふうな流れになってますね。はい、一時、まあ、6ヶ月ぶりなの低水準まで下がってきたということで、まあ、このことで債券の価格の値下がり、それと金融の引き締め、これによってです、ね、金融不安が広がっていて、これもまあ大きく報道されてますけれども。 まあ、えー、ドイツ銀行とか、UBS グループの株価が、まあ、値下がりしているというふうなことですね。まあ、一番大きい、まあじ、事件だったらあれですけども、えー、大きく報道されたのは、このシリコンバレー銀行の経営破綻ですね。はい。えー、っと、まあ、アメリカの、こう、新興金を含めて、 のこう結構大きく融資することでの、まあ、あ銀行なんですけれども、まあ、ここに一応説明書いてありますけれども、カルフォルニア州にあるあの、まあ、一般の銀行ですね、えー、っとゴールドマン・サックスとか、あの辺の投資銀行とはちょっと違って、普通の、えー、商業銀行になってますね。はいまあ、そういっ とことで、このシリコンバレーの経営破綻ということで、金融不安が広がっているというのが今の状況ですね、はいで。これでスイスなんかも、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、あのー破綻にな、破綻のセット際に立たされたということで、まあ、ほとんど USB、あ、UBS、ごめんなさい、UBS ですね、えー。スイスの大手銀行、UBS の方に吸収、買収されたというふうなことですね。 まあこれも金融不安になってですね、えーまあ、取り付け騒ぎっていうふうに普通言いますけれども、この,まあ、このグラフ見ていただいても分かる通り、取り付け騒ぎが起こって、顧客の残高が大きく、まあえー、減ったというふうな流れですね。まあ、これでスイスも結構有名な銀行ですので、まあ、スイスの銀行ですね、はい。コレッジアはどっちかというと、やっぱりゴールドマンサックスとの方よりで投資銀行に近い銀行ということですね。<laughs> まあこういったことで、えー、ヨーロッパにおいても、アメリカにおいても、まあ、金融不安、えー、銀行の破綻が相次いで金融た、えー、金融不安が広がっているというふうな状況です。はい、で、今、金融市場で <laughs>、えー、金融市場において一番心配されているのは、さらに利上げが続くんであれば。 FRB のこの金融引き締め策がまだ5月とかも続くんであれば、えー、さらに、あのー、国債債券の下落が続いて、それとともに銀行の破綻が、まあ、続くだろうというふうなあ予想が一般的にされてますね。でまあ、5月は、まあ、一般的に株式市場の格言でメインセルと。 いう,ふうなことで、売られがちな時期でもありますので、まあ、株式市場を含めて、えー、金融全般、ちょっと大きい揺れ,揺れ動きかねない状況かなというふうな感じがします。で実際、これはあの、アメリカのナスダック市場の銀行の株価総合インデックスなんですけれども、まあ、結構ね、こうやって大きく値下がりしてますね。 あと、ここに来て、ちょっとね、騒がれてるっていうか、あの、<coughs> 注目されてるのが、この、あの、逆イール、逆イールド。いい逆イールドの状況ですね。はい。これは、あの、長期金利と、長期国債と短期国債。これが、あの、逆相関になるっていうことですね。まあ、当然ですけれども、この債券の期間が長ければ長いほど、この、あの、金利は上昇する。 なのでこう、金利が上がれば上がるほ、ごめんなさい、この年数が長ければ長いほど、この、えー、短期金利、とのスプレッドは広がるんですけれども、これが逆転している、えー、長期金利が短期金利よりも安いという状況になっておりまして、これが逆イールド、長期入り回り水準の逆転現象というようなことですね。 でこれが今結構注目されてますね。で、この逆イールド,イールドになると何が起こるのかっていうと、景気後体。それとともに、えー、当然引き起こる株価の下落ですね。で、まあ、リセッション入りする、そのシグナルっていうふうに受け止められています。実際ですね、このグラフですね。<laughs> で、これは今のこの、これですね。スペレット、スペレットのグラフ。 これがこの水色の折れ線ですね。でこの逆イールド、<laughs> 逆転現象が起こって、この期間、だいたい1年半から2年ぐらいありますけども、この後にこの景気交代期が来てしまう。っていうのが過去の <laughs> え事例ですね。えー、ですから、この必ずと言っていいほど、この逆転現象が起こると、その後、2年ぐらい後には、2年以内には、 2年以内 ?1 年半から2年ぐらい、えー、かけて、後にこの景気交代期が来てしまう。ですから今は2023年 ?2025 年ぐらいに、えー、このまた、えー、景気交代期、本格的な景気交代期。それと今回の、まあ、シリコンバレー銀行の倒産もですね、これが、 悪い金融システム不安の始まり、入り口になってしまう可能性があって、これからバタバタと、また銀行倒産、連鎖倒産みたいなのが起こる可能性があるので、ちょっと怖いな、というふうなことですね。ただ、2025年景気交代期が来るまでは、ちょっとその、なんていうのかね、ろうそくの炎、火が消える前、ぽっとこう明るくなるように、 ちょっとその間はですね、株価は上がるんですね。はい。これが、あの、逆イールドが発生して、実際景気交代期、景気後退の時期に入るまでの期間。その間の株価の倒落率。これが示された、えー、データなんですけども、まあ、逆イールドからこの景気交代期に入るまでは、えー、株価は上がるという流れが、まあ、一般的になってますね、はい。まあ例外はもちろんありますけどね。はい まあ、こういうようなことで、まあ、今回、まあ、結論的に言いたいのはですね、まあ、調整もあってですね、あの、個人的に、短期的にはそれほど、えー、ゴールドはまだ上がりにくい状況かなというふうに考えてまして、だからこそ今が金の買い時かなという感じがしてます。これから起こるかもしれない、これまで申し上げた金融不安とか、<laughs> あるいは、まあ,あ、また起こるかもしれないインフレ、 とか、えー、お金の価値が今、ものすごく下がってますので、それとともに物の物品の値段が上がっている、日本でも毎月毎月値上げ値上げってね、物の値段がどん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 上がってます。まあ、日本はまたいい方なんですけども、ヨーロッパなんかはね、もうどんどん,どん電気料金満が、まあまあ、ちょっと今下がってますけども。 アメリカのニューヨークとかも含めて、えー、土地の値段、家賃、えー、食,料食料品、なんでもかんでも値上がりして、物の価値っていうのがすっごい上がってますよね。はい、これだけ、あのー、あのー、あのアメリカの量的緩和、もうどん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 お金をする、日本もそうですけども、どん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 お金をする、認査する、お金の、えー、供給量を増やす。 M2、えー、M3、この辺の通貨供給量が増えると、ですねお金の価値がどんどん少なくなる、それとともに、相対的に上がっていくのが当然ですけども、あのコモディティ物品ですよね。その代表格である金が上がらないわけがないというような考え方ができますので、うん、基本的な金の値段というのは、まあ、下がらないだろうというのが結論ですね。 ただこれ、何度も申し上げますけども、テクニカル的なものもありますし、物の値段とはずーっと恒久的、立法的に上がるってことはありませんので、まあ、当然下がる時期もある。特にこの今のニューヨーク金はですね、このダブルトップっていうような状況の中で、なかなかこの上値が重い状況を強いられてる。一気にこれ、上抜く可能性はもちろんあるんですけども、もちろんこれ、上抜いたらですね、次は2500とか3000ドルとか。 ということを唱えても、な、ま、ん、あ、らおかしくはないというふうに考えてますけれども、まあ、いずれにしても、まあ、テクニカル的な要因もあるので、まあ、前回の先月のこの <coughs> ゴールド TV では、金はちょっと弱気なコメントをさせていただきましたけれども、まあ、あくまでこれ予測するというよりも、確率が高いとか低いとかいう話なんですので、まあ、状況からすると、えーまあ、何度も申し上げてけ恐縮なんですけど、 え、長期トレンドでの金の価格は、まあ上がり続けるだろうということですね。そうするやに,に入ったところは買いというふうなことが、まあ一番いいかなというふうに考えています。ということで、今回はちょっと途中しどるもどるなところがあって申し訳ございませんでした。少し反省します。ということで次回もまたお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、今回はここまでです。失礼いたします。